こんにちは。秋は眠いですね。お母さん、手がとっても痛いんですって。ハイチュウだとか脱力がどうのこうのっていろいろ話したいんだって。僕もおしゃべりしたいのに。こんにちは、アサリオンチャンネルです。私ちょっと前からまた腱鞘炎になりまして、で気味やな、まあ腱鞘炎気味ですね。短い曲弾くにももうヨタヨタで、もう手が痛くてちょっと弾ききれない感じなんですけれども、ということで、私弾き方を根本から見直さないといけないなというふうに思いました。で、皆さんハイフィンガー奏法ってご存知ですか？私最近知ったんですけれども、私が40年以上前に習ったやり方、この卵を、ね、猫手にして卵を掴むような手にして、こう指を上げて下げるみたいな、ああいう利権ハイフィンガー奏法っていうらしいんですけれども、この上げて下げて上げて下げて、これが今最近はそういう教え方をする先生少ないらしいんですけど、昔、私らの昔の頃、40年以上前とか、昭和の頃教えられた奏法は、非常にこの手の強い人はいいんですけど、弱い人はもうたちまち腱鞘炎になったりしやすくいいらしく、で私もピアノを習ってた頃は変に力が入って痛くなったりするので限界を感じてですね、中学校2年ぐらいで辞めたんですけれども、40年ぶりにピアノ再開して、でその辞めた頃までに、まあ、戻ったはいいけれども、その課題であって挫折の原因になった力が抜けきれない、脱力ができない、腕が痛いっていうその課題のところも戻ってしまって、そこはキープしたまま戻るんだなっていうのを、そこを超えないとこれから弾けないなと思いました。で長く弾くのも手が疲れてきて、そういう弾き方っていうのをすると良くないっていう感じに、まあ、なってるので、このままではいけないなと思いました。それで、できるだけこう無駄な動きにならないように、今はそのこうあんまり上げて下げて上げて、利権する時にこんなに上げて下げてしないで、力を抜いてやるにはどうしたらいいのかっていういい本もありまして、読み始めているところです。先週見つけたんだよね、はい、筋肉の仕組みとか、なぜ腕が痛くなるのか、なぜ無理が負荷がかかるのかということをちゃんと説明してある、東京芸大の先生が書かれた分かりやすい本があったので、でそれをちょっと読み終えたら皆さんにも紹介したいと思います。それで、弾き方を根本的に、まあ、私の手の形もおかしいし、ちょっと無理が手に無理がかかるので、このままでは先に進めないので、まずそれを意識しながら練習を進めていこうと思っております。指先が脱力できるように、腕も手も無理がかからないように長く弾けるようにやっていきたいと思います。またいい情報があったら、教えてください。私もシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。質問、はい、利権ハイフィンガー奏法って、はい、具体的にはちょっと弾いてみて、利権ハイフィンガーだから私もよく分かんない、自分がそうかなという、この上げる時にバッとこう高く上げてしまって、高く次も上げて次も上げて、こういう感じの感じ、すごい無駄な指の動き、私も子供の頃そんな感じに弾いてたと思うんですけど、もう無意識にこうなってしまうので指が疲れるんですよね。指の付け根だけ曲げて弾くのがダメらしいよ。問題はもっと複雑です。スローモーションです。上下だけの動きだね。今はだいたいもうそんなに鍵盤が離さないっていう弾き方の方が手にも負担かからないし、いい音も出ると言われているので、ハイフィンガーは、まあ、良くないということに、ピアノを教えるのが日本に上陸した時に、まあ、それしかなかったっていうのがあるんですかね。100年ぐらい前に
そういう100年以上前、そういうのが主流だったらしいんですよ。で、有名なピアニストの中村ひろ子さんがジュリアードに留学した時に、あなたの弾き方100年前の弾き方だと言われて、日本でも中村さんがこう弾き直しをもう一からやり直させられたっていうことで、中村さん の話が広まって、あ、ハイフィンガーいけないんだっていうことに日本でもなったらしいんです。でも何十年経ってもやっぱりこのなくなったわけじゃなかったので、まあ、残ってたりとか。今日は、ゼルニーの30番練習曲の30番をやります。30番は3番だよね。前回と違って今度は右に3連符がずっと続くので、これまた私のようにこう指弾き方がおかしいと適面ここが痛くなります。ここがで脱、ハイフィンガー、この間左が痛くなると言ったんですけど、右も右に3連符が続くとは右も痛くなるので、結局は弾き方だなと。簡単じゃないよ。何が悪いか分析すると、結局まっすぐ下ろしてまっすぐ上げる、これがこの動きが良くないらしいですね。筋肉に負担をかけるということ、そこまでは分かります。このこう上げる、こういう感じ、これが一番に良くないということになりました。なんか腕の筋肉しか使ってないらしいね。だから利権を極力高く上げて下ろす、上げて下ろすをしないっていう、本当はこう指先をポッとこう力を抜けるようにしないといけないらしいんですけど、そこはまだ私習得できてないので、こう毎週弾き方をお伝えしたらいいかもしれないね、はい、こういう風に苦労しました、苦心しました、こうやってみましたっていうことをね、はい、とにかく力を抜くためにどうしたらいいのか、どこに力を入れれるべきところはどこなのかとかいうことを考えながらやっていきたいと思います。頑張ってね。徐々に強制頑張ります。脱ハイフィンガー、悪い手の形ということで頑張りたいと思います。こんなに勇ましいことを言ってますが、弾き方を正すまでに20年かかったっていう人もいて、もう治らないって泣きそうで落ち込んで、お父さんに八つ当たりして大変だったんです。でも一緒に本を読んで、これできるんじゃないって思えてからは、お母さんに笑顔が戻りました。これからも頑張って練習するそうです。
でもまたお父さんと喧嘩してます。僕も大変なんですよ。皆さんの応援が励みになります。いいねとコメント、リクエスト、チャンネル登録お願いします。ちょっと心配顔のまるでした。また見てくださいね。